赤石海峡公園国営赤石海峡公園は、兵庫県淡路市と兵庫県神戸市北区西区にある総面積330ヘクタールの国営公園。淡路地区は2002年3月21日に開園した。一方、神戸地区については2016年5月28日に一部開園した。国営赤石海峡公園は、 国土交通省地方整備局が公園の整備及び維持管理を行う囲碁国営公園として主に近畿地方の広域レクリエーション需要の増大に対処するために設置された大規模公園である。合わせて、赤市海峡大橋を中心とした赤市、海峡周辺地域の広域レクリエーションゾーンの形成にも寄与するとしている。赤市海峡周辺で1974年度から 調査に着手。1993年4月に国営赤市海峡公園として事業化され、1995年度から淡路地区の工事に着手した。1997年3月14日、神戸地区の事業が承認される。2002年3月21日、淡路地区第一期開園。その後、2010年6月1日まで4期にわたって、開園。 所在と計画面積は神戸地区、淡路地区の2地区。来園者の想定数は神戸地区が約75万人、淡路地区が80万人から120万人とし、全国で15番目の国営公園となる。公園機能上の特色としては、自然を五感で体感できる公園エコミュージアムとしての公園参加の心を育てる公園植物を介した。 交流の場としての公園地域環境の形成に貢献する公園生物多様性保全の拠点としての公園としている。また、緑化剤の確保、下記類の供給システム、維持管理等において地元地域との密接な関連性を構築するとし、地域経済や地域づくりへ波及び効果をもたらすように留意するとしている。同時に民間事業者が参入しやすい管理運営となっている。 さらに、ボランティア制度を積極的に採用しており、淡路東国営赤市海峡公園クラブ、海峡フレンズが活動している。2010年3月20日から5月30日、淡路花博2010、花緑フェアが開催。2011年1月27日、神戸地区基本計画改定後、2016年5月28日から一部、開園した。 2020年の秋と2021年の春の2シーズンにわたって、淡路花博20周年記念ゲミドリフェアの開催が予定されている。明石海峡大橋を望む海に面した高台にあり、様々なタイプの庭園、テラスが造成されている。2000年に開催された淡路花博ジャパンフローラの会場を含むエリアにあたり、淡路夢舞台の施設群に隣接する。 2008年9月14日15日には初のライブイベントとしてポルノグラフィティの野外ライブが開催された。2012年8月4.5日には西日本初開催となる APE b ンクフェスが開催された。1994年の当初構想では六甲山の北陸にある大都市近郊で奇跡的に残った里山を保全して、 新しい自然環境を創造したエコミュージアムであったが、里地里山の維持保全を図るエリアを拡大することが有効と考え、2011年に基本計画の改定案が作成、公表された。愛菜里山公園の愛称のもと、2016年5月28日に第一期開園エリアとして、棚田ゾーン41.3ヘクタールが開園した。 正式開演以前も一部を利用して、毎年秋に有志による愛な里山祭りが開催されていたが、原則として許可を受けた市民団体による活動や公演事務所主催の祭事以外での公演内の一般の立ち入りはできなかった。いずれも淡路地区で開催。東浦口ゲート連絡口ゲート、淡路口ゲート。ありがとうございます。